こんにちは、アツリナインの神田陸斗です。今回作るのはキムチ納豆丼、ユージの得意料理ですね。それを作っていきたいと思います。皆さん、スタミナ料理必見ですよ。今回ちょっとどうなるか楽しみではあります。焼肉とか食べるんだったらね、絶対韓国キムチの方が美味しい。炒めると美味しくなるんですって。アバウトなことですけど、炒めると美味しくなるそうです。きゅうりを千切りにするのと白髪ネギ作っていきます。続いてじゃあ白髪ネギ作っていきます。僕初めて作るんだよな、さっき作り方聞いたけど。なんかちょっとだけ切れ目入れてカパーって開くといっぱい出てくるんですよ。その真ん中の丸いとか緑の部分取って、この白い部分だけ切っていくみたいです。これさ、なんか楽しくなっていっぱい切っちゃった。それでは冷ましたご飯を用意します。その上に韓国海苔を刻んだもの、パラパラっと全体にね。これポイントだよね、韓国海苔。僕めっちゃ好きやからめっちゃ入れたろ。韓国海苔めっちゃ入れて、その上に納豆を入れます。で、納豆はまず最初に死ぬほどかき混ぜます。箸の持ち方こうなっちゃうんで、まず中にいっぱい混ぜた方がいいらしいよ、このポイントとして。梅系たまに食べたくない？なんかたまにそれじゃないと嫌って時ありますよね。梅じゃないと、このさっぱりした時期にはこれじゃないと。そしたらもう一回死ぬほど混ぜます。さあ混ざりました。混ぜ混ざりましたらこれを全体に引いていきます。いやいいよね。たら、できました。続いてキムチをポイントとして納豆が見えなくなるぐらい全体に詰めていきます。これなんでポイントかと言いますと、そのミュージカルのお話の中で下に隠してるみたいな、ね、表現があるんですよね。だから見えなくなるまでっていうミュージカル完全再現できます。いいんじゃない、隠しましたよ。この手法で納豆を嫌いな人にも食べさせてやろうという友人の作戦ですね。で、きゅうりを千切りしたきゅうりを引いていって、引いて最後に白髪ネギもまぶしてそしてごまをパラパラっと散らして完成。いただいていきます。これね、キムチめちゃくちゃ多いのよ今回。キムチたくさん作りましたね。うわ、すごい、糸引いてる。いただきます。うまい、めちゃくちゃうまい、うん、このキムチの辛さと、あのそれに対してご飯とか納豆のまろやかさっていうのが結局口の中で一個になって絶妙なバランス保ってくれてます。学生絶対喜ぶよね、こういう味。110でも食べてたの学生だけどさ、
ミュージカルフードトラックピックスユーフルコースの DVD が2021年7月3日に発売しました。こちらですね、ディスク3枚組で税込み8000円なので、ぜひ僕たちの全力で作ったフルコースメニューを味わってみてください。ボナペティ。